久保さん、今回、アルバート・アインシュタイン。アインシュタイン行っちゃいましょう。これね、いい、アインシュタイン、僕、アインシュタインは、偏見のコレクションの言葉が好きなんですけど、これね、新しい言葉、アインシュタインのちょっと見つけまして。人生は自転車に乗ることに似ています。バランスを保つためには動き続けなくてはならないのです。これ深いっすね。これめちゃくちゃ深いですよ。人生は自転車に乗るのと似ています。バランスを保つためには動き続けなくてはならないのです。これ、やっぱアインシュタインすごいですね。わかりますね、深さが。この間違いないですよね。まあ特にまあビジネスなんかはね、売り続けないといけないんで。ね、売れなくなったら終わりですから。久保さん、昨日ね、ちょっと廃墟行ってきたんですよ。で、撮影してなかったんで、今日ちょっと廃墟をまた撮りに行くんですけど、YouTuber で100万人ぐらい、今廃墟シリーズやってる人いるんですよ。ジョーブログだ。今最近廃墟とかちょっとやってるんですけど、その廃墟の、なんかバブル時期に、なんか280億円ぐらいかけて、そのすげえでかい仏像を建てたんですよ。で、昨日ちょっと見てきたんですけど、すごかったですね、廃墟が。もう、ザ廃墟ですね。ザ廃墟でした。バブルの廃墟ですね。それちょっと撮影、気のしながらしてきます。どうすかね？お客さん来なくなったら廃墟になりますよ。お客さん来なくなったらね、廃墟になりますからね。集客し続けないといけないし、売り続けないといけないし、売られ続けないといけないっていうね。なんで、なんすかね。大事ですね。この動き続けるっていう。僕も動き続けますけどね。まあ、久保さんとのこのやり合いに関しては、まあ、できるときはやりますけどね。できるときはやるんだけども、僕が動かさないといけないのが、自分が今セールスしてる商品なんで、今セールスしている商品は久保さんの商品ではないですから、今セールスしている商品を全力で売るっていうことですね。そこは動かすことは止めないですね。まああとはまあじゃあね、別にその久保さんとのやり取りはもう正直僕にとってはね、まあ久保さんとのやり取りから売り上げを上げようと思えば上げられるんですけども、なんだろうな、それはまたね、なんだろうな、久保さんにオファーしてなんかやりましょうって言えば、まあ久保さんとなんか商品作ってなんかできるかもしれないですけど、もうね、久保さんも隠居してますし、まあコロナっていうのもあるので、あんまもうね、億万長者らしくね、まあやり取りの中でまたやりましょうかみたいな話もちょっと出てきたりするんですけど、なんかね、僕はまあ当分多分やらないかなと思うんですよね。まああんま気持ちが乗らないというか、まあ多分ね、僕が久保さんまたなんかやりましょうよっつったら、じゃあ日程決めてなんかやればできるとは思うんですよ。さすがにまあコロナもあるけども、少し落ち着いてきたかもあると思うんですけど、でもそれも言わない理由はまあいいかなっていう、10年後20年後、まあ、お互いに気が向いたらっていう感じでいいかなっていう。だから要はまあ僕の中ではね、まあもう商品作らないので、これは商品売るために始めたものですし、そもそも。でもじゃあなんでそのね、億万長者合宿のセールスが終わっても、じゃあ続けられるのかという話は、それは自分の中ですよね。自分の中でまあ負けず嫌いってのもありますけども、自分を鍛えるっていう、商品のメリットはなかったとしても、じゃあ今現行でセールスしているそのトークに生きたりとか、なんかその自分を向上させていく上では、まあ、やらないよりやった方がいいですし、でも、もう商品は売り終わって4年前に売り終わってると。でもなぜできるのかっていうと、自分の内を鍛えていくというかね、いうことですね。だからね、まあ何度も言ったりしますけども、多分僕と久保さんほどこのもう6000本ぐらいやってますから、続かないですよ。みんなね、自転車降りちゃいますね。みんな自転車降りますね。
僕はまあ終わることはないですね。ただ、すみません、本当に移動してるので いや、きついっすよ、移動してるときは。まあ今はまあこの、今今日は時間あるんで、今日この後予定ないんですよ。この後予定ないし。やっぱね、車止めないといけないで、本当に。チェックすると取りたくなるし、だからチェック、移動してるときはあんまチェックしちゃうと取っちゃうね。だ、進まないもん、本当に。進まない、全く。で、しかも高速に乗ってね、金払って高速に払ってるのに、毎回毎回止まってたら、下、高速意味ないや、みたいな。多分ね、高速道路で止まるのと、動くのじゃ、10分休憩し、10分止まりました。この10分で相当、まあ、高速だったら距離10分でまあまあ、何十キロですか？多分なると思うんですよ、差が。じゃあ、これじゃあ、仮に10分休憩して10キロの差が出たとしたら、これ、10回動画をこう、止まってね、こう、やりとり、ね、いつもみたいなハイペースでやったら、こう、100キロロスですからね、ここさ、100キロロス。まあ、そこはね、まあ、久保さんも、まあ、あれだと思うんですけど、分かってくれてるとは思いますけど。まあ、僕はやりますんで、動きますんで。まあ、他の人はね、自転車降りますけどね、僕は自転車乗り続けますよ。だから、これが終わる、この久保さんとのやり取りが終わる日が来るのかなっていうね。終わる日は、まあ、間違いなくまず一つのフレーズとしては死ぬっすよね。僕が死ぬか、久保さんが死ぬかっていう。でも、死んだら、お互いに、まあ、僕が死ぬじゃないですか。だから死んだら、久保さんがやってるかどうか確認できないし、久保さんがね、死んだら、僕がやってることは確認できないですよ。本当に、久保、手伝おうみたいな。まあ、なんで動画返ってこないんだよっていう動画を撮ってるかどうかは、久保さんは確認できないですよ。死んでるから。デッドレースですね。どっちが先にくたばるかと。先にくたばったやつは、その後の動画をどういうふうにやって、このシリーズをどうやってるのかを確認できないですね。デッドレースですね。まあ、普通に生きれば、久保さんの方が10年年取ってますから、僕が勝てる。普通だったら。だけど、久保さんはちょっと死ななそうなんで。久保さん強そうっすよね。久保さん100歳ぐらいまで生きそうやからな。はい。いってらっしゃい。